てます。隠れてます。あ、隠れてます。大丈夫。あ、それは全く知りませんでした。右に置きすぎじゃない？あれですよね、だからあんなに右に置いて低い球打たなくてもいいよね。逆にだから左に置いて左に重心かければいいですよ。そうですよね、うん、右に置いてこうやって開いちゃってるから、もうこうやって開いて当たっちゃうから右に行っちゃうよね。おっしゃる通りだと思います。いいですか、もう一発じゃ。ちょっといやーピンチ。距離を残してきますね。ナイスバーディー。4連チャンオンステージ。ナイスです。ちょっと今若干どうやってましたけど、あの若干ちょっと鼻の穴が膨らんでた感じが、うん、ちょっと微妙な変化を見逃さなかったですよ。なんか今年になってね、バーディー取り出すとバババババと続くんだ。見せてるわけね。あのビッグドライバーだったね。やっぱり。
そうか、ワンホールか。しっかり振ったら行きます。すずや全国にいいよ、取れるだろうな、今井さんのこのホール。やっぱりそんなにやってくれると思うんだよなやりますよ、私は また2本出しちゃって。あ、だそれ私のレンタルクラブです結構だけどヘッドの大きさそんな変わんないね、やっぱり、うん、あ、なんかそんなに違和感ないな、917も。ジョーダンスピースですよ、ジョーダンスピース917。風は左から。右エッジからドロー。もうなんか自然にこのなんかティーグラウンドドローになりそうな、うん、前上がりですね、まあ、とにかく私の場合はもうハエを止めて右手の力を抜く、それだけです。そして引き付けを使う。よし、行くぜ。あっちやったか、なかった。大丈夫、結構飛んじゃった気がするけど今何点ですか、自分で。
70点ぐらいですか。止まんないと思ってたんで。なるほどなるほど、やっぱうまい。どうぞ、大丈夫ですよ。ね、日立です。ありがとうございます。いや、うまいな。ナイスパット。ナイスパット、素晴らしいね。ピンまで160ヤード。風は少し上げてる感じですね。ティーグラウンドは上げてる感じです。綺麗な球です。外から入った。スパです。